今日からね、ちょっと動画を撮ろうと思ってるんですけども、妻がね、臨月で、いつ生まれてもいいっていう状態なので、ちょっと記録として残したいなという思いが募りまして。で、今、妻は、まあ、ソファーでね、休んでおりまして、今はちょっと一休みみたいな感じで。ちなみに昨日、すごい大変だったんですよ。もうね、あ、出産始まるかなみたいな、すごい痛いっていうのがありまして、深夜にもう痛みがすぐ始まって、病院に電話したんですよね。そしたら、それは前駆陣痛ですって。不定期なので、まだ大丈夫ということで、安心して、まあ、その後ね、ちょっとね、結構痛みも続いたんですけど、寝れたみたいな感じなんで、昨日はね、ほんとハラハラして、ついに始まるか、みたいな。でも自分もね、靴下とか履いて、いつでもね、外出れるようにしたんですけど。なんか、実際はこれいらないみたいなのあったんだろうね。そう、お菓子とかいらないってで、俺がかっぱえびせん持ってけって言ったけど、そう、これね。これも、実はいらない可能性がある。でも一応持ってくよ。もうこれ綺麗3に。日目に必要になるっていう予想をしてるんで。とりあえず、待つのみです。パンツがね、破れちゃっ耐えてられね。なくなってほしい。パンツも特殊なパンツなんですよね。妊婦さん用の。そのパンツを今、履いてる状態で穴を縫っております。こんな感じで出産準備をしております。いただきます。腹減ってました。天丼です。痛いね。ちょっと今落ち着いてきた、やっと。本当。ああ、いい感じに落ち着いてきた。どうぞ、お返しします。一応予定日があと7日ということで、日付変わりました。あと7日、多少はね、前後すると思いますので、ちょっとリアルな意見を自分としてはね、インタビューとして聞いていきたいなと思っております。ちなみに今どうですか、心境は。いろんな記事とか出産の動画とか見て、なんとなく自分の中でイメージつけてたつもりなんですけど、昨日本当になんかこれがなんか陣痛の痛みというか、耐えられない痛みがこうやってあるんだって思った時に、一気にそんなことを忘れて、不安、恐怖がちょっとわーってこう押し寄せてきた。相当痛いんだね。やっぱそういう動画上げてくれる同じ環境の人がいるっていうだけで励みになって、自分だけじゃない思えるので、今回も誰かの励みになったらいいなと。いいこと言います。本当にね、昨日ね、ちょうど私はね、出産の動画を見たんですけど、めちゃくちゃ自分をね、投げ打ってまでさらけ出していただいた貴重な映像がね、YouTube であるので、皆さんもよかったらね、ぜひね、見ていただくと、出産ってこんな感じなんて想像できると思いますので、ぜひ見てほしい。概要欄に貼っておきます。何の書かれようもないですけど、参考にさせていただいたということで。2日目です。今からね、お昼を食べようと思っております。午前中は、奥さんの様子は少し辛そうでした。どうですか、気分は。気分は低迷してる。辛い。編集終わったんで撮影します。準備の方、奥さんが手伝ってくれました。ありがとう。めちゃくちゃ量あります。ということで、1本撮り終わりました。奥さんの体調、肝心の奥さんの体調はどうかっていうのをちょっと聞こうと思います。どうでしょうか。ちょっと朝はなんかいろいろちょっと考えすぎてしまって、午後にいっぱい昼寝して、夜は穏やかに過ごせたので、先週ぐらいから今までにない体調の変化っていうのはあったんだけど、ちょっと今日初めてなんかちゃんとしたお印って言われる、お印。それが出産の前兆って呼ばれるもので、まあ本当に近いんだなっていうの、昨日もなんか痛みで確心か構えにあったんね。ですけど、徐々にあるなって感じてます。で、一応日程的にはあと6日なんですけども、予定日よりちょっと早くなるかもしれないので、そこもしっかり待って、準備をしていきたいと思っております。おはようございます。今日は、奥さんの方が検診ということで、今は朝8時です。朝早くから
ちょっとね、いろいろ準備をしております。一応ね、今の体調的には生理痛みたいな鈍痛がすごいあるみたいで、お印もね、引き続きずっとね出てるみたいなんですよ。今日検診で、そのままね、もし入院みたいなことになってもいいように、入院バッグをね万全の準備をして検診に向かうということになりました。まだだと思うんだけどもね、とりあえず検診でよかったね。え、ほんと検診でよかったです。気をつけて。はい、はい。奥さんね、帰ってきました。かなり痛むみたいで寝込んでおります。でね、ついにこれも、使いました。あらかじめね、100均で買ってくれたみたいで、横になりながらでもね飲めるペットボトルのキャップです。でこれ一つ装置するのにも、自分は時間かかってしまいました。少し不安になりました。もうお昼の準備終わったんで編集入ろうと思っております。奥さんの方はね、今ね、テレビ見ながらちょっと休んでおります。なんかやっぱこういう時に本当エンタメの力っていうのを感じまして、なんかバラエティ見てたらなんか痛みを忘れられるっていうのを言ってまして、自分もね YouTube でコンテンツ出してるんで、まあ、なんか誰かのね気を紛らわせるような動画ができたらななんてね再確認しました。とてもねまだそんな影響力はないんですけど、やっぱねテレビは偉大だなって、出川さんのプロフェッショナルの録画とか見てて大泣きしてるんですよ今。やっぱエンタメだなっていう風に思いました。はい、ちょっと急転換急転換じゃない、ちょっと痛みが来たみたいなので、陣痛カウンターをしたところ、ちょっと定期的な陣痛と思われる痛みが来てたので、一度お電話して、向かうってことになりました。入院バッグも一応持って、向かおうと思っております。はい、痛いね。帰ってきました。奥さんはそのまま入院しました。子宮口がしっかりね開いてはないんですけども、陣痛が本格的になるのを待つって感じですね。立ち会うことがなかなか難しい。15分間しか限られた時間しか立ち会うことができないので、分娩室に入るまでは連絡が来ないということなので、家でしっかり連絡を待とうと思っております。一応ねシミュレーションをね事前にしていたので、陣痛が来たら陣痛タクシー呼んで入院バッグを整えてみたいな感じでね、スムーズにいけたかなとは思いますが、やっぱり痛みが本当にこれはシミュレーションできなかったっていう部分でして、もう本当に痛そうで、もう歩くこともできないみたいな、陣痛のような、ね、痛みが来た時も一回止まってちょっとしゃがみ込んで収まるのを待つみたいな感じで、本当に見ていて苦しいものがありました。背中ねさすってあげられないのがね本当にね心苦しいんですが、連絡したところ、ビーズのクッションもね用意してもらったし、助産師さんがねすごいね背中をさすってくれるということで、自分がいなくてもねしっかりね本当にいい病院なので対応してくれるということなので、安心して、まあ、一応ねこちらでは待機してようと思っております。朝です。奥さんが入院してから、12時間ぐらい、経っております。全くまだ連絡はなく、ずっと十月十日っていうねアプリがありまして、それをずっとね奥さんはね毎日、ご飯食べたものとかその日の体調のこととかをすごい更新してるんですけども、その更新も途絶えてますので、よっぽどもう本当に毎日ね、更新してるんですよ。本当に一度も欠かさず、まめに更新していたんですけども、その更新は途絶えております。なので、もう本当にとんでもなく壮絶な時間を過ごしているんだろうなと、想像することしかできないのがすごく心苦しいことではあります。本格的に陣痛が始まる前でも、本当に相当痛がっていたので、ちょっとどんだけ痛いんだろうっていうのが、本当に辛いんだろうなっていうのが想像できます。いつでも行けるように準備万端にいたいと思っております。はい、はい、あ、はい、
はい、無事生まれました。連絡があり、10時、11時ぐらいですかね、連絡があって、まあ多分陣痛の間隔が短くなってるんで、多分もう分娩室に行きますみたいな感じで、分娩室に行った時に連絡をいただきました。で、近い病院だったので自転車で急いで行って、いろいろ手続きをしないといけないです。今立ち会いでね、検温とかして、しっかりね検査してから、分娩室の手前で、待たせていただいて、無事、男の子生まれました。体重が 2834g ってことで、体重はちゃんと標準体型の数値で生まれてきたんじゃないかなと思いますし、しっかり髪の毛も生えてましたので、元気な、泣き声も確認できました。本当にしっかり元気な男の子が生まれてよかったです。奥さんも、無事に、だいぶね痛い思いをしたと思うんですけども、最後は、男、分かんないですけど大人4人がかりでお腹を押して、出てきたみたいで、私的には、もう母子ともに健康ということが、一番なので一安心ということになりました。全部でね14時間ぐらい、入院してから14時間、とてもやっぱ難産だったなっていうのがあります。朝ね、ルーティーンを、植物にね、お水あげたりなんか掃除したりみたいなのをしっかりこなしまして、で、あとヤクルトのお姉さんが来まして、この曜日にねいつもね受け取ってるので、あれもしかして赤ちゃん生まれましたみたいな、いつもね奥さんがね窓口でね受け取ってくれてたので、自分が出てったから多分入院してるんだろうなと思ったんでしょうか。あ、今入院してるんです、まさにですみたいな感じで伝えていました。でね、いろいろ本当朝から、しっかり朝食を食べて、もう なんで俺が万全なんだろうって思うぐらい、本当に申し訳ない、心苦しかったんですけど、分娩室入ったらしっかりやり終えた顔で、安堵の顔で奥さんに会えまして、で、赤ちゃんが最初泣いてなかったので、この部屋にいるのかとかも思ったんですけど、後ろを振り返ったらね、赤ちゃんがぐてってね寝てまして、その後しっかり泣き声を聞いたので、本当に一安心っていう感じです。で、体重測るのも写真撮りましたんで、報告動画みたいな感じでね、まあ、72時間ぐらいなのかなの、記録として残せたので、これもアップしようと思っておりますが、本当に、応援かけながら応援してくれた皆様、本当にありがとうございます。ということで、今回の動画は終わりにしたいと思います。皆さんね、本当に出産ってねめちゃくちゃ大変なんだなっていうのが、やっぱ入院する前にあんなに痛んでたのに、それからが本当に痛いものだっていう、本当にすごいなって心から思います。縫ったりもしてるので、本当にこれからねすごい痛い思いをねすごいすると思うので、少しでも、家事をしっかりやったりサポートをしていきたいなと思ってます。ということで今回の動画を終わりにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。人生これからもっと頑張ります。それではさようなら。Tickled pink that things aren't going my way.